ワールドカップ競技ただいまのゲームは11対10で、トップ5分日本で名古屋。ありがとうございました。ホーム戦での勝利となりましたが、今のお気持ちをお聞かせください。そうですね、昨日のホームの試合で負けてしまったので、今日は絶対に勝つという気持ちでみんなで挑んだので、しっかり勝つことができてよかったです。勝負を決定づける第4マッチ、力強い打球で積極的に攻めて、お互いに一歩も譲らない白熱したプレーでした。どのようなことを考えながら試合に挑んでいましたか？そうですね、昨日の試合で私の試合、自身の試合で逆転負けをしてしまっていたので、ずっとそれが頭の中にあったんですけど、で3セット目2セット目に逆転されて落としてしまって、でも4セット目入るときにもう強気で前についてプレーしようという気持ちで入って、それが良かったかなと思います。それでは最後に、ホーム戦で温かい応援を送ってくれた会場の皆様、そして中継をご覧の皆様へメッセージをお願いします。はい、ホーム2日間たくさんの応援本当にありがとうございました。まだ
まだまだ試合はたくさん続くので、今後ともトップ名古屋の応援をよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。安藤美奈美選手でした。ありがとうございます。ありがとうございました。